験で配属先が決まるのね。お姉ちゃんと同じ隊になれるといいけど。いえ、今は考えても仕方がないわ。とにかく集中しないと。私の実力なら完璧に課題をクリアできるはずだわ。落ち着いて対応しさえすれば。私の超能力、念力なら怪異を殲滅できる。戦闘向きだってお姉ちゃんも褒めてくれたし。こんなところね。お姉ちゃんはうまくやっているかしら。きっと大丈夫ね。お姉ちゃんは優秀だもん。こんなところに。試験終盤に差し掛かったようね。いい調子でこれだと思うけれど、油断は禁物だ。こんなところに。次は。どんな相手だろうと、これまでの訓練で習得したことを出し切るだけ。私なら勝てる。
任務達成。これで入隊適正試験を終了する。ブレイントークンを使うようになってからこればかりになってる気がするわ。他人に聞かれる心配もないし、周りが騒がしくてもよく聞こえるから便利よね。そうそう、たまに独り言までブレイントークで言っちゃうの。もし聞こえても笑わないでね。
タータレント。お姉ちゃん、決して無理はしないで。深追いは禁物よ。分かってる。でも怪異の数が多いわ。このままじゃ逃げ切れない人が出る。そうね、分かったわ。もう少しみんなが避難する時間を稼ぎましょう。こんなところに。ここは危険です。はい、何体ぐらい入り込んだのかな。わからない。とにかく油断しないで、見つけ次第片っ端から叩いていくわよ。了解。こんなところに。君も海抜群だよね。ブレイントークもできるんだし。状況分かってる。怪異を倒してからにして。お疲れ様。これでこの辺りの怪異反応は。